こんにちは、オカリナ奏者のミリトです。フケルンの Q&A コーナー、今回のテーマはこちらです。設定表通りに設定をして裏音でも演奏はできているけれども、いつも通りの息遣いではないと。明らかにいつもと違う強さで息を入れないと裏音にならないんだけど、っていうようなこともあると思います。この時点でもすでに設定表を見て設定はできる、そして裏音というもののことを理解しているというのが、まあ、前提となります。これらについてよくわからない人は、設定の仕方だったり裏音についての説明動画というのは別でチャンネル内他の動画にありますので、ぜひとも、見てみてください。で、それらができてるんだけれどもということに対してのこの疑問に対してお答えしていきたいと思います。まず2つあると思うんですけど、1つ目、やっぱりこの設定表通りに設定してるんだけれどもっていうところが、実は本当に設定できてるのかっていうのはちょっと今一度確認をしてみてください。前に実際にあった問い合わせで、吹き口ピースね、これこのフケルンのこう吹き口ピースって言いますけど、まあ、他にもいろんな色があるわけですけれども、どこどこのメーカーの設定をしてるんだけれども全然合わないっていうようなことで、その時こっちがね、オプションの方のパッケージなんですけれども、その本当はオプションいらないメーカーのはずだったんだけどね、わざわざオプションのものも用意して、ね、それをつけてるんだけれどもっていて、ん?って思ったんですね。オプションのやつをいらないメーカーなのにオプションつけてて、でも合ってるって言ってると、あ、この人は合ってると思い込んでるんだなということで、そこの説明をして理解してもらうっていうか、その誤解を解くのがね、非常に大変なんですけれども、意外と思い込みってこともあると思います。現実にそういうことがありましたし、まあ、僕もよくあるんですけれども、ですので本当に設定合ってるのかどうかっていうのはちょっと確認をしてみてください、はい、でその上で2つ目、こちらの方が多いかもしれませんが、あとごめんなさい、1つ目のですね、言い忘れるところだった大事なこと、他の動画でも言ってますが、フケルの設定自体はうまくいってるんだけれども、わずかに隙間が空いてたりしても、こういうとこね、例えばちゃんとアダプターをつけてるようだけども、アダプターに隙間が空いてると、これじゃダメなんですね。ほら、ここが空いてる、もう思いっきりここから空気が抜けておかしなことになります。これに関してはやたらと高音が苦しいっていうね、質問に対してのお答えの方を見ていただくと、詳しくなぜ隙間が空いちゃダメなのかっていうのは説明してありますので、ここでは省略をしますけれども、まあ隙間も本当に完璧に開かないように注意して、で設定も今一度合ってるのかどうかっていうのを確認する。例えば僕はほとんどの楽器にアダプターを使うことを推奨していますけれども、このようにインフィニティ、僕の使ってる楽器アダプターを使うことを推奨してますが、なくても装着できるんですよ。だけど目に見えないぐらいわずかな隙間が空いちゃうんですね。そうするといつも通りの吹奏感、吹いた時の感覚っていうのは、保てないんです。ですので徹底的に隙間を排するためにもアダプターも使ってっていうふうにやってるんですね。だからきっちり隙間と、そして本当に設定が合ってるかの確認っていうのをしてみてください。そして2つ目、もう一個はですね、設定はもう合ってる、隙間も空いてないという状態となると、もう一個、考えられるのが、その裏音自体の概念については分かってるから息の強さを調整してやってるのかもしれませんが、その普段フケルンを使ってない時の、息の強さが本当にその楽器に適してるかというか、その設定表を作った、まあ主に僕の設定表が多いと思うんですけれども、いろんな他の先生方やアーティストさん、メーカーのいわゆる公式設定といったものもあります。そういう設定を定めた人、設定表を作った人のその理想とする息の入れ方と、あなた自身のそのいつも通り吹いてる息の入れ方がかけ離れてるっていうことが考えられます。例えば、今僕の使ってる楽器にあらかじめこのフケルンの設定を合わせてある状態なんですけれども、この状態でまずない状態で僕がこれが、僕の普段の息の強さなんですね。に対して、こんな風に強く息を入れる人がいたとします。まあ実際僕は吹いてるんじゃなくて他の人が吹いてるとしてね、こんな風に強いとしますね。そんな強い息を入れてる人が、実際僕が定めたこの設定表を作
ったものに基づいて正しく設定していつも通り息を入れたとしてもこんなになっちゃう、おかしなことになっちゃうんですよ。なぜかっていうと、あくまでも僕の息の強さに基づいてこれを設定してるから、同じような息の強さでやった時に初めてこんな風に音が鳴ってくれるわけですね。フケルンはあくまでも音を小さくする装置ではなくて、息を弱めてくれる装置なわけです。最初に入れる息の量がまるっきり違ったら、最終的に楽器に届く息の量は変わっちゃうわけですよね。だから、なんでいつも通りじゃないのか、いつも通り吹けないのっていうふうに思うかもしれませんが、自分の息遣いで、本当にその自分のいつも通りの息遣いで吹きたいと思ったら、自分の息に合わせて設定をしていく、もしくは、近くの先生で設定をしてくれる先生がいらっしゃれば、その先生のお願いして、その自分の息に合わせて設定を作ってもらうっていったふうなことをする必要があります。ただですね、少なくともこのインフィニティという楽器に関しては僕がプロデュースをしてやってるものですから、僕が理想とするこの息遣いに合わせた方がその楽器の本来の狙う音色っていうのは出るわけですね。で、逆に例えば他の先生で憧れ先生がいたとする。で、その方が設定を作ったとします。そしたらその方の息遣いで作られた設定ですから、フケルンを使って、その方の設定でフケルンを使って、で、音が鳴るようにちゃんと息を入れておけば、その人と同じ息遣いで演奏してるのと同じことになるわけですね。だからすごいレッスン効果としてはものすごく高まるので、自分の本当に自分の息遣いに絶対の自信があるということでなければ、基本的にその設定した奏者さんの、息遣いとか音色っていうものが信じられるんであれば、それを参考にして音が鳴るように自分の息を合わせていく、自分の息遣いの方を合わせていくっていうふうにしてもらうと、さらなる目指す音へ近づいていくのではないかなというふうに思います、はい、ということで、以上、いつも通りの息遣いではない、このポイントはいつも通りっていうのあくまでもオカリナ本来の息遣いで吹くと、鳴るというその裏音で演奏ができるというものですから、ですからこのいつも通りがオカリナ本来の息遣いになっているのかどうかってね、そこがポイントになるわけです、はい、ということで、いつも通りの息遣いでは、ないんだけどどうなのこれはってことに対しての疑問について、お答えさせていただきました。